こんにちは。アマゾン室サポーター堀秀夫です。オーストラリアアマゾン室マニュアル。初心者がパソコンを使って稼ぐなら、オーストラリアアマゾン室が稼ぎやすい。アマゾンが株式時価総額世界一位になりました。アマゾンの販売力と集客力は、他のネット販売サービスと比べて突出して優れています。アマゾンを使って販売する方法を覚えれば、初心者でも、 6ヶ月で月30万円稼ぐスキルが身につきます。初心者でも確実にオーストラリアアマゾン輸出を始められるマニュアルのモニターを特別価格で募集しています。あなたがあと10年以上生きるなら輸出で稼ぐスキルは必須です。令和の日本人を待ち受ける3つのリスク。人口減少。日本では稼ぎにくくなります。 今日、近所を歩いてて、目にした、ポスター。共産党のポスターですけど、8時間働け,働けば普通に暮らせる社会へと。これ見てちょっと驚いたというか、愕然としたんですけど、そういえば、今の日本って、まあね、公務員とか一部の大企業に勤められた人は別ですけど、そうでなければ、 8時間働いても普通に暮らせないと。何しろ年収200万以下というのが一番所得層で多いわけですから、そこからね、えー、税金やら社会保険やら何やらかんやら引かれたら、まあ、正直普通には暮らしていけないと。ね、結婚できない、子供を産めない、まあ、子供を産まれたら学校に行かせらんないとかね、まあ、かなり、かなり厳しい世の中なんだなというのをね、改めてこの8時間働けば普通に暮らせる社会へというのを見てね、 え、思いました。まあ、世の中には、8時間働かなくなって、普通以上の暮らしができる国がたくさんあります。一方、日本は8時間働いただけじゃ普通には暮らせないと。まあ、そうなってくると、ね、8時間働かなくても、ま、いい暮らしができる国へ移住する。まあ、ただ、移住するってなかなかハードル高いんでね、じゃあ事前の策として、 8時間働かなくても豊かに暮らせている国を、国の人たちを相手に商売すると。まあ、この方が全然普通に日本で働くよりも稼げるチャンスが大きいと、多いと、稼ぎやすいということが言えます。また、年金制度が変わりました。もう年金はね、崩壊しませんが、当てにもなりません。まあ、年金ってのはいつの間にか自分が積み立てたお金を受け取る制度から 集金したお金を分配する仕組みに変わっていました。ねえー、ですからね、崩壊はしないけど、まあ集金したお金が少なければ、どんどんね、受け取れる額は減ります。そして今インフレね、ね、えー、デフレですけど、いずれインフレっていうのは必ずやってくると。なぜなら、政府の膨大な借金の解決先は、インフレか踏み倒ししかありません。ね、でインフレが起こるとどうなるか。 貯金や個人年ハイパーインフレも、ね、ハイパーインフレも見倒しもないかもしれません。しかし現状でもね、厳しい状況は続きます。いや、現状維持は非常に困難な状況になっています。8時間働けば、普通に暮らせる社会の実現。まあ、それがね、えー、10時間、12時間、あるいはね、えー、1年365日働けばとなっていくんでしょうか。 わかりませんけど、厳しい状況にあることは確実です。NHK でもね、家計のピンチをどう乗り切ると。平均以上の収入を得ていても、想定外の出費によって家計のピンチに陥ることが少なくないというようなね、特集が組まれてました。まあ、人並みの生活はもはや高値の花。これからの日本人には輸出で稼ぐスキルが必要です。 日本人が簡単に身につけられるのは輸出ビジネスで稼ぐスキル。この申し込みページを読んでいるあなたに朗報です。初めてすぐに簡単に稼げて、しかも本業並みに稼げる副業があります。オーストラリアアマゾンを使った輸出ビジネスです。日本人の生活の苦しさは低所得のため。しかし、低所得は輸出ビジネスをやる人には追い風。 なぜなら低所得のおかげで輸出する商品を安く買うことが可能になるからです。そして私がおすすめする輸出のターゲットはオーストラリア。このオーストラリアの購買力は日本人が想像するよりもはるかに大きいです。12月26日、ボクシングデー明けのバーゲンの売り上げ。これがなんと1日2000億円。この1日2000億円という売り上げは日本で言うと 日本で一番大きなデパート、三越伊勢丹の2ヶ月分の売り上げです。それをわずか1日で売り上げるというのがね、オーストラリア市場の大きさです。そんなオーストラリア市場に、市場で最も簡単に販売する方法、アマゾン。そのオーストラリアアマゾン質マニュアルを作ったわけ。間違えたノウハウやツールを普及させて、日本人セラーの評判を落とすのを避けたい。 普通の人が正しい稼い方を理解して実践できるマニュアル。私は再現性の高いノウハウを教えることに真剣です。初心者が使いやすいマニュアル。稼ぐために必要な情報を分かりやすくに解説する使いやすいマニュアルです。初心者がパソコンを使って稼ぐなら、オーストラリアアマゾン室が一押しです。安く買った商品を高く売って儲けるという物販ビジネスはシンプルで、 結果が出るのが早いです。中でもおすすめはオーストラリアアマゾンを使った輸出ビジネスです。物価が安い国、日本から物価が高い国、オーストラリアに輸出するビジネスは簡単です。日本は物価が安く、オーストラリアは物価が高い。ほとんどの日本人は意外に思いますが、今の日本の物価は安いです。一方、オーストラリアの物価は高いです。 所得も今の日本人の所得は安いです。一方、オーストラリアの所得は高いです。日本人の年収分布で一番多いのは年収200万以下です。一方、オーストラリアの平均所得は約712万円。しかも、普通は共働きなので平均世帯年収は1424万円です。これだけ高収入で貯蓄はほぼゼロ。 これがオーストラリアの標準、デフォルトです。そんなオーストラリア、スイスを抜いて世界一の金持ちになりました。まあ、オーストラリアの金持ちっぷりは、このヤフーチェーン袋なんかでね、意味はわからないと質問する人が出るぐらいの、えー、金持ちっぷり、金の使いっぷりです。オーストラリア人はなんでこんなにも裕福なんですかまだ6ヶ月しかこちらにいませんが、 ほとんどの家にキャラバンがあります。まキャンピングカーですね。キャンピングカーがあります。その他にも自転車が何台もあったり、楽器がたくさんあったり、プールがあったり、グルージングを持っていたり。これクルージングのことでね、クルーザーを持ってるってことですね。そのお金はどこから出てくるんだって疑問に思っちゃいました。ちなみに私がよくお邪魔する家は、教員がいるファミリーなので、ただ単に教職の給料高いってことでしょうか。 したら、オーストラリアでの教職の給料って何歩ですかオーストラリアに詳しい方教えてくださいと。まあ、オーストラリアね、教職の人はまあ給料高いというか、ま総じて給料は高いと、ね。で、平均が先ほどの世帯年収1400万ぐらいですから、まあ都市部でね、えー、まあもうちょっと年配の方の教職の平均世帯年収だとまあおそらく2000万弱。でさらに、 え、それだけね、所得高くて、まあいいところに住んでる人は、まあ投資用のね、え、アパートとか家、以前買った家を売らずにそのまま次の家をローンで買ってっていう形でね、家を何軒か持ってたりする人もいますから、まあそうなるともうかなり裕福です。オーストラリア人は日本人には理解できないぐらい所得が高くて金使いが荒いです。でなぜ そんなに金塚荒いのか。まあ、一言で言ってね、楽して稼いでるからだと思います。まあ、人は苦労して稼いだ金は大切にするが、楽に稼いだ金は浪費する。人は平等ではありません。生まれた場所と時代によって、楽して楽しく暮らせたり、苦労しても報われなかったりします。オーストラリア人の働き方の一例。オーストラリア人は打ち合わせ中でも勤務時間が終了すると帰宅します。 某 OG 企業のお客様のところで打ち合わせ。途中先方の担当者中、担当者の中の一人から、すいません、今からフェリーに乗って帰るので、先に失礼します。と言って帰りました。時計を見たらまだ4時半で。これはオーストラリアスタイルです。4時半で帰るのかと。まあフェリーに乗って4時半に帰って子供とちょっと遊んで6時から食事するんでしょうね。 えー、まあそんなもんです。日本だと考えられませんけど、これがオーストラリアの働くスタイルです。それから別な例。オーストラリア人は土日は働きません。これ電車の保線作業。ね、あの枕木交換したり点検したりするの。オーストラリアだとね、日本だとまあ深夜とかにやって電車の運行には影響ないようにしますけど、オーストラリア人そもそもね、深夜とかね、 え、あるいは電車が、利用者が少ない土日とか、働く人が少ないんで、まあ、土日とか深夜の作業しようと思っても人が集まらない。あるいはね、人を集めると採算が高くなりすぎる。人件費が高くなりすぎる。なぜなら、休みの日とかね、残業させたりすると、最大で給料は2.5倍払わなきゃいけないと。もともと高い給料、例えば1日3万円払ってる人にね、休日働かせると、2.5倍の、 7万5千円払わなきゃいけない。しかもそれ全員ですからね。とてもまあ再三合わんというようなことで、まあ平日、ね、普通に電車を止めて、で、えー、バスで振り替え輸送して、えー、電車の保守点検やってることがよくあります。さらに、これはオーストラリアじゃなくてイギリスの例ですけど、まあオーストラリアはイギリスの統治国なんでね、国民性は似ています。似ていますというか、 イギリス人をさらに怠け者にしていい加減にしたのがオーストリア人というような形で考えると比較的近いかなという感じですね。まあイギリスで起こった史上最悪360円の盗難事件。警報器が鳴ったんだけど、警報器が鳴った部屋を見に行ったらドアは閉まっていると。中は確認せずにそのままドアは閉まっていると。いうのでね、警備員はその場を離れた。でなぜ警備員に中、中を開けて確認しなかったんだって。 言ったらね、それ以上詳しく調べるほどの給料はもらってないと。そんな安い給料でね、中開けて強盗と鉢合わせしたらどうするんだ危ねえじゃねえかと。そこまでの給料はもらってないということです。まあ日本だとね、ギャグかふざけてんのかという感じですけど、まあこれがイギリス流っていうか、日本以外の国だとこれが普通という感じです。それから、さらに、 腹立たしいかもしれないですけどね、楽に稼いでるから使うという状況をね、えー、分かってもらうためにまだ続きますけど。例えばオーストラリアでは子供が熱を出したり、本人が体調を崩せば気,軽気楽に休みます。そして休んでも職場の誰も困りません。なぜなら休んだ人の仕事を代わりの誰かがやるという仕組みはないからです。これ意味分かんないと思うんですけど、日本だとお客さんに迷惑かかるからとか言ってね、えー、作業は進めますけど、 まあ、オーストラリア流の場合は、えー、そのまま、その人がやってた作業は誰もやらない。だから、その人のやる作業の結果の、えー、例えばね、まあそうですね、役所でなんか翻訳書類を取るとか、ね、書類の上がりを待ってるという人が、まあ、その、決められた日付に行くと、ね、担当いませんと。誰か代わりの人いないですかいません、ね。いや、今日が傷ついて困るんですけど、知りません。まあ、そんな形です、えー。なんだ、それで成り立つのかと。 いうことですけど、まあ、お互い様なんでね、それで成り立っているのがオーストラリア社会です。まあ、日本では少しでもオーストラリアの真似をしたら会社8部、退職勧告、いじめ、まあ、ひどいことになるでしょう。でも、オーストラリアでは働く人の権利は国や州政府、会社や業界組合によって守られています。守らない,守らないと、ひどいペナルティがあります。ね、日本みたく叩かれる。 あのマスコミにリークされるとかそういう次元の問題じゃなくてね会社存続が不可能になるぐらいのペナルティが買かかってきます、まあ、このような仕事ぶりでも日本の何倍もの給料がもらえますだからオーストラリア人はもらった給料を景気よく使い切ってしまうのです、まあ、そんな日本、ね、日本からオーストラリアに輸出すると儲かる商品はいくらでもあります例えば100円ショップダイソーで買った商品が 何倍もの値段で売れています。100円ショップダイソーの商品。くっきりふ二重まぶたにするアイテープ。13倍で売れてます。粘土。ねえー、2個で5倍の、えー、値段で売れてます。1025円。あるいは1個で10倍で売れてることもあります。え何これ ?1 個と2個の値段変わんないじゃんと、ねえー。不思議な感じなんですけど、こういうことを気にしないのもオーストラリア中です。 また6個で3倍で売れてます。アルフレート100円ショップの商品でもこれだけ高く売れます。またおもちゃのベイブレードね。1328円で仕入れたものが3倍の3776円で売れてると。またこれはアマゾンじゃなくて e b ベイで売れてる商品の例ですけど、電子炊飯ジャーね。31689円で仕入れたものが59507円で売れてる。 あるいは、15,230円で仕入れたものが32,014円で売れてる。はたまた、25,490円で仕入れたものが51,986円で売れてます。あるいはヘアアイロン、ね、2,469円で仕入れたものが6,867円で売れてる。ソニーのワイヤレスコントローラー、 8500円で仕入れたものが15122円で売れてる。コピック。8849円で仕入れて14817円で売れてる。プラモデルのミカサ。7708円で仕入れて14786円で売れてる。タミヤのプラモデルのパーツ。1600円で仕入れて9069円で売れてる。 家庭用プラネタリウムセカホームスター8335円で仕入れて14181円で売れてるお菓子のジャガポックル5990円で仕入れて1百7 8 9円で売れてるウイスキーのヒビキ4320円で仕入れて12359円で売れてるとこのように高く売れる日本商品はいくらでもあります そして始まったばかりのオーストラリアアマゾンは今が絶好のチャンス。オーストラリアアマゾンはまだ始まったばかり。初心者はライバルのいない今のうちに始めるのがチャンスを逃さないコツです。2018年6月19日、プライムサービスが開始されました。日本やアメリカの感覚だとアマゾンといえばプライムサービスがあってこそのアマゾンです。そのプライムサービスがやっと提供開始されました。 また去年2018年9月からシドニー物流センターが稼働しました。これからどんどん稼ぎやすくなります。このマニュアルにはサポートもついてます。だから初心者でもオーストラリアアマゾンを始めることができます。これは去年の10月12月にね、えー、アメリカアマゾンの売上を報告してもらった画面キャプチャーですけど、多い人は 30日間で3万4五5 4ドル。ねえー、約380万円で。このうち3割が利益なんで、120万弱を1ヶ月で自分一人でマイペースで取り組んで儲けてます。で、これね、えー、ここから売上げ多い順に並べたんですけど、サポートの、ね、開始時期を見たら、早く始めた人ほど儲かってるという単純な、えー、関係が分かりました。30日で22,157ドル。 あるいは30日で1万539ドル。3 1日で7669ドル。30日で6828ドルというようなね、もう副業とは言えないような、ね。まあ副業で初めて本業にした人もいますけど、まあ副業で稼いでると言えないようなね、金額を稼いでます。まあ冒頭の1日8時間働ければ普通に暮らせる世の中。 普通に日本の会社で勤めたりね、えー、日本で商売やったら8時間働いてもなかなか暮らしにくいですけど、輸出ビジネスに取り組めば8時間働けば、ねえー、非常に良い,い暮らし、高収入が得られます。実際、これ今ね、あの、5つの売上げ報告してくれた人、1日8時間も働いてる人いないです。ね、もっと短い時間でこれだけの稼ぎが上がってます。ちなみに、 えー、一番多かった3万4千ドルの方、1日3、4時間しか働いてないですね。そんな Amazon 人のサポート。ね、マニュアル以外に、えー、どういうサポートをしてるか。まず、マニュアルの配信方法なんですけど、まあ、全部が見れるね、マニュアルの目次ページも送ります。ただ、えー、それだけじゃなくて、えー、週3回、月曜、水曜、金曜の え、夜8時前後に、え、マニュアル届きます。で、その内容に合わせてやっていっていただければ、え、1ヶ月後には無理なく、Amazon で販売開始できるという形です。そして、扱っていけない商品、NG 商品の情報なんかをお伝えしますんで、NG 商品を避けて、ね、え、利益が取れる商品を販売していくと。また、購入者からの問い合わせに対する対応、あるいは Amazon の問い合わせに対する対応、これね、 日本の、普通に日本に住んでる人が常識で判断して返答してやり取りすると、かなりやってはいけない対応になります。ですんで、もう、あの、こういう文章来ましたと、私に送っていただければ、この返事をしてくださいというのをね、指示しますんで、それをコピペするだけで OK です。ですから英語が、英語ができなくても大丈夫です。全部私が翻訳して適切な返事を教えます。あなたがすることはコピペだけです。 また、転売経験者ならではの注意点もあります。日本アマゾンとの違いと注意点。アメリカアマゾンとの違いと注意点。イーベイとの違いと注意点、ね。これら、同じアマゾンだからと、日本アマゾンのね、対応と一緒の対応しちゃったり、同じ英語圏のアマゾンだからということで、アメリカアマゾンと同じようなことをしちゃったり。あるいはね、同じオーストラリアで売ってるんだからと言ってね、イーベイと同じような、えー、対応をしたら、それぞれ、 好ましい対応じゃないという可能性が高いです。好ましい対応じゃない対応すれば当然トラブルになります。